ヨハン・ハイン・リヒ・シュメルツァーは、バロック期のオーストリアの作曲家、バイオリニスト。ウィーンで活躍し、プラハで死んだ。シュメルツァーは、オーストリア人でありながら、当時イタリア人たちに支配されていた分野で、高い評判を得た。実際、1660年、ある旅行者は彼について、全ヨーロッパで、最も傑出したバイオリニストではなかろうかと、言及したほどである。 1664年の彼の作品、ソナタイナロム・フェディムは、ドイツ語圏の作曲家が初めて出版したバイオリンと通奏低音のためのソナタ集である。そこには、中期バロックのバイオリンソナタ特有の華麗なビルトゥオース製、個々の構成、広い個室低音の変奏が含まれていた。また、彼が活躍したウィーンのハプスブルク宮廷では、 宮廷学長はイタリア人になることが多く、実際彼の前任の学長もジョバンニ・フェリーチェ・サンチェスというイタリア人だったが、その死後、オーストリア人としては珍しいことに宮廷学長に昇進した。しかし、それからわずか数ヶ月後、ペストにより亡くなった。シュメルツァーは当時のオーストリアの気楽曲作曲家の先頭を進む第一人者で、 やはりオーストリアのバイオリニスト兼作曲家のハインリヒ・ビーバーに多大な影響を与えた。ビーバーはシュメルザーの弟子の一人ではなかったかと言われている。息子のアンドレアス・アントン・シュメルザーも父の後を継いで作曲家、バイオリニストになった。ありがとうございます。